いっすよ、FPS で、そう、キルで0.7とか最悪っすよ。1は行きたいな。1行きたいっす、もっと。バトフィのくせ、突ぐせがあるんで、多分それがダメなんですよ、ことは。ああ、いや、むしろ逆じゃないかな。バトルフィールドの方が突無理だと思うけど。僕、バトフィだと、キルで初期0.5まで下がったんですよ、始めた当初。それが1点ちょっと上がるまでは頑張ったんですよ。なんで平均1点今、23とかそこら辺です。あれ、サブマシ使いやすいんです、すごい。ああ、結いや、構で上手い人も、見ると、あれ、ロビン入れないですね。マジ？じゃあ俺行こうかな。あ、来た来た来た来なんかた。でも来ましたね。行くよ。はい、大丈夫です。一度でいいからマザーシップとか呼んでみたいっすね。何マザーシップって。キルストの一番上っす。へえ、やばいのかな。多分やばいっす。僕あれっすか、キルパキって呼ぶので精一杯っすか。いや俺もだよ。で、突っ込んじゃうもはい、突っ込んじゃいます。ん。何これ。戦闘アこれがビリ特ティ殊能を。力強化するやつで、で、こっち側で武器をあげるっすね。これで。特殊能力、何これ、何これ、何これ。何これ、何これ。ロボットの。L1 と R1 でなんか使えるんですよ。とりあえず、コントロールっていうところの強化ハイジャック取っとくとすごい便利です。強化ハイジャック、リモートハイジャック、ってやつのさらに強化できるんですよ、これ2つオー追バー加ライで。ド。はい。へえ、じゃあ右強化しとくあ、違います、オーバーライドの上。強化ハイジャック取るじゃないですか。か。ん？で、そこで3角を押すと、アップグレードできるんですよ。ハイジャック取ってってこはい、ハイジャックを取って、その上で三角ボタンを押と？すと、アップグレードって出るんで。じゃあラベッジコアとりあえずやるか。じゃあい。三角出ないんだが、まだできないかな。フォース前方に突進する、防衛用の煙幕を張る。アクティブ迷彩欲しいな。アクティブエーサー結構いいっすね。ただ、マーシャルのやつは結構ピーキーというか、接近戦系が多くて、多分リアルで使うと死ぬっすね。だからアクティブ迷彩ぐらいしか使えなくない？はい。アクティブエーサーと、あと、近づかれた時にストライクっていう、ラピッドストライクって技を使います。何それ、ラピッドストライク。要するに、殴った時の威力アップですね。そんなんないんだけど。多分ストライクってやつですね。ん？ないよ。なんか、拳っぽいマークのやつです。マーシャルのランの拳っぽいマークですね。出てねえ。
と微妙にカオスランのファイヤーフライっていうやつが使えます。ファイヤーフライないんだが、多分名前がちょっと違うんですけど。アバンなの？僕全部アップグレードしちゃったんで名前違うんですよ。ああ、そういうことね。カオスのランの右のランの2番目のやつですね。先行スワームか。なんかハエっぽいマークのやつ。小型のフライヤーロボット、大量に戦艦を敵をすると、へえ、強そう。これいいね。ファイヤーフライは基本一般兵でしたらほぼ一撃っすから。へえ、じゃあこれしよう。これ何、強化ここでしかできないの？はい、強化はここのみです。で、武器も現地では変えれるんですけど、能力の方は変えれないんで。アタッチメントとかってこと？はい、そういうことっす。なんでここで一応 2,3 セットを作っといた方がいいっす。あのスナイパーとみたいな感じです。ああ。多分一面はまあリアルでも。二面だよ。一面やった？一面やってないの？一面リアルでクリアしたんですか？したよ。あ、マジですか？一個なんか終わってるぐらい積みそうなとこあったけど。二面どんなんだっけ？壁。あ、わかりました。二面大丈夫です。戦場で拾った武器は使用可能にする。え？どうしようかな。エム中の移動。初見うっす。武器はなんだかんだ適当でもいけますよね。あれ系スナイパー欲しいね。だとこれできないんですね。ないわ。このなんか武器評価的な武器のカスタマイズ的なやつです。これ。あの迷彩組んだりとか。ああ、そうなんだ。あれ？え、何これ？え？何これ？どうしました？いや、なんかアタッチメントが全部外れた。なんだこれ。あ、多分武器変える選択しちゃったんで、そうすると全部外れますね、アタッチメント。変えたんかな。と？これ何？シミュレーション？要するにサバイバル的なやつです。
クソむずいそうです。へえ、本編よりむずいらしいっすよ。はっ、アップグレードモジュール。それはもう4人いないと無理です。あ、これアップグレードできるのね。オッケー。よし、オッケーです。多分2年ならここはまあいけ、まあいけるし。落ち着け、リラックスするんだ。何も問題がない。俺たちは奴らを出し抜き目標を達成した。人は常に機械より優れている。お前は命に関わる傷を負ったが今は安定している。だが先は長いぞ。お前は俺だよ、テイラーだ。なあ、そろそろ起きる時間だと思わないか。ちなみに収集物欲しいですか。いや、いやないですか。目が覚めたか。怖っ、トルコン勢怖っ。夢なのか。夢、そうかもな。ならいつでも目を覚ませるしな。今は2054年12月12日の朝7時半で我々は列車に乗っている。コアレッセンス社のチューリッヒ本部行きだ。列車の積み荷はニューラルネットワークイニシアチブの初期型だ。たったの自らプログラムを書き換えて世界中のシステムと接続できる非常に特殊な人工知能のソフトウェアなんだ。当時の最先端だな。軍事そして民間の幅広い分野に革命をもたらすはずだった。やば、ベテランって何。終点に2番目？無理だろ。無理だろ。午前7時31分、やば。やば。乗せられた爆破装置を起爆した。不可能だろ。このテロのせいで我々のロボット計画は。いや、バカでしょ。バカでしょ。やば。お前が阻止しろ。これは現実か。ありえない。何が起きている。今お前は手術の影響で昏睡状態にある。ダイレクトニューラルインターフェースと呼ばれる機器を頭に埋め込まれたところで DLI 俺にもついてるからお互いこうして話せてる。お前の新しい体や周りの世界とお前の心をつなぐ架け橋。見たな、これ見たわ。それが DNI だ。あ、じゃあ飛ばします。あ、これは心の中でのシミュレーションだ。ホストのみを潰せるんだ、ね、ぽいね。うわーってことはちょっとやったわこれ最初。え、とか箱さんソロでリアルでやってるんですか。いや、トラゴイスでやった。あ、これやったわここ。クリアだけしてなくて途中までやったってこと。そう、ダメなんだ途中。54年12月11日11時30分。完全にワンミッション制度なんだね。チューリヒ治安部隊にテロリストの隠れ家を知らせるタレコミが入る。多分ここまで不運にもチューリヒ治安部隊は連中の火力を見くびっていた。彼らは不意をつかれ痛手をこむった。その結果列車の爆破だね。リアスを覚えてる。挟めよ。ああ、多分お前の素晴らしい力について手ほどきしてくれる。コミュニケーションだ。
みんなで息を合わせるぞ。よ、テイラー、このクソ野郎。あいつには聞こえない。話したいと思う相手に DNI はクローズドチャンネルでつながる。考えるまでもなくな。だがな、言っとくが、現実世界でテイラーをクソ呼ばわりすればロボットども以上にボコられるぞ。オレイ、お前はうまくやれるかな。連中のようにスイスチーズにされることなくな。ここはまだ簡単に。いや、リアルマジで本当にやばいから。いや、一撃、完全一撃。死んだろ。いや、もう本当ね、てかちょっとね、顔出してあげる、死ぬから。終わってるマジで。アリーナエイムしてくるから。なんか壁と壁の間スライディングするだけでね、撃たれるからね。いやマジ、こ2か。ああ、そんなあったね。なんだっけ、右だっけ、上だっけ。できないが。あれ、なんかできないんだけど、そのなんか R1 とか R2 とか、どうやってやんの。ああ、この次だっけ。マジぶれないな、これ。ああ、始まった。状況を判断する助けになる。タクティカルモードに切り替える。生まれて初めて目を開けた気分だろう。てか、これ味方さ、グレネード来ても同時だよね。やばすぎ。敵や。なんかちょっと、あ、いや、全然優しくなかったわ。あー、もうやった、もうやった。あ、死んでる。え、そうで、え、もう前なんかいけないから。てか味方に任せるしかない、基本的に。あ、もう誰だよ、撃ったの。湧いてくるから結構。あ、俺スナイパーにすればよかった。あ、枯れないの、もう。あお、シェット。ちょっと出るか。出ないと味方が前出ない。いや、俺タクティカル出てないんだからね。わかんないか。あ、もう死んだんご。味方ってことないでしょ。調子乗った。巻きとか終わりじゃないで、やるで。ルートは一つだけじゃない。上、下、左、右、選んだルートに応じた優位性。
バックとかあんの？危ねえ。虫？え、貝柱っていないの？それ起こしに行けないよ。あー過ぎちゃった。ポイントだろこれ。オレイ、強化モビリティを使え。まだ慣れないだろうが、すぐ扱えるようになる。自分でやってみろ。できる方にかけてんだ。まあまあだし、悪くない。タクティカルモードではロケットやグレネードなど差し迫る脅威が頼りとされる。赤く光ってるだけ。逃げろ。これこのゲームさ、多少なりともさ貫通するからいいじゃん。車線通ってたか。まあ最初はどじった。そのうち慣れる。てかこういう難易度で一回押してます。タクティカルモードではありえないでしょ。差し迫る脅威が頼り。あ、死んだ。ああ、多分そうかな。言うて変わ。いやここまでこう大丈夫、こう大丈夫。あれ外れた。え、黄色？本当だ。オーカやったー。そう、距離やばいんだよね。何がやばいって、もうリアルじゃねえんだよ。そう、プロなんだよ。プロどころの話したわけじゃないんだよ。難易度 AI、 難易度 AI。
見えないんだろ。広い。撃てやお前。ないね、確かに。もう白かったじゃん。そこ車線通ってるよ。登ってきる。ちょっとやばいやばいやばい。まずは起こさないとね、事故るから。そのうち慣れる。タクティカルモードではロケットやグレネード。マジリスキルやばいからね。あのね、あの一面のさ、なんか倉庫に入るとこあるじゃん。あの倉庫に入るところで、あの倉庫が入ろうとすると死ぬっていうとこあったんだよね。マジやばいわこれ。あ、違う違う違う、あそこじゃない。あそこはまだ良かった。タクテルモードではロケットやグレネードなど差し迫る脅威がハイライトされる。赤く光ってるだ。逃げろ。やれ。リスキルおじさんうざすぎやろ。前方に動きあり。ドクロマークさ消えたりするのなんなん。あ、そうなんだ。はあ、嘘だ。さっす。もう慎重に行こう。調子に乗らない。無理だよな。ちなみに過去の FPS でもうワンライフだったよ。あー、あれ？あー、あれね。あ、ワンライフってゲームじゃなくて、あの、そういうふうなトロフィーがありまして、トロフィーとかもあるわ。あー、一回死ぬとデータが増えるから。怖すぎやろ。あれはキルゾーン。誰でも足を踏み入れなくない場所だな。トラックに増援部隊。そう、体力は低くない別に。あれですかね、サプレッサーをつけてるせいですね。めっちゃ見てる。チラ見しよう、チラ見。チラ？オッケー。あと一人じゃない？あそこにいるんですよね、そいつ、そいつ、今映った、チラッと映ったやつ。あそこ見たやつ。見たいるわ。いや、いないよ。いっぱいいるわ。あ、ばばめっちゃ撃たれてる、これ。危なすぎ。危ないって。
本当だ。そのまま進め。はい、飛ばします。しよ。ハイアルト一定時間ヒレンダーと敵をしています。弾薬をチェックしよう。必要なら補充しておけ。なんか敵のエイムがぬるいぞ。そういうこと言っちゃダメですよ。全然撃ってこない。優しい。絶対ないでしょ。紙ぐれ。終わったか。もういなくない？いや、まだ下にいたいです。いるわ。終わりだ。 DNI は意思の疎通を助けるだけじゃない。ふぅ。コンピューターシステムとのインタラクトを可能にする。いわゆる標準的なドローンも含めてな。うん、やったやった。二足歩行や高度なユニットの場合はハルカに扱いにくいんだ。わっ。奴らは集合意識があるからな。それをすべて制御しようとしたらどうなる？ハッキングじゃないやつ。脳がショートしてる。だがこいつらはこの程度なら簡単だ。やれ、ハックし、壁の向こうチェック。しっくりくるか？この先のどこかに発電機がある。それを破壊すればドアが開くはずだ。ここをハッキングしたい。終わり？何すんの？奥の発電機っぽいバツマークがついてるやつぶっ壊すと死なんですよ。敵は敵は敵は。これ歩きて歩きていかなきゃいけないのかな？いや、あれぶっ壊してから。あ、これでいいのか。弾だけ？弾だけですね、これは。ここが確かめんどくさい。あ、タレットやん、買った。あれハイジャックするといいっすよ。ちょっと待ってください。起こせっかな。なんでハイジャックは序盤の方と。サイバーミスにも反応じゃない。逃げたのに。ハイジャックすることすらままならない。
もう無理。じゃあ、タレットぶっ壊しちゃいますか。壊し系のスキルはつけてきてますよ。あー、ナイス、天才か。壊した？僕の体が壊れました。ハイジャックできないが、できたわ。壊れた、早っ。ターレットが味方だと思ってたらしい。さあ、失礼します。ああ、失礼します。もう一個ターレットありますよ。奥にあるね、そういえば。たまんの早っ。やった。来れるかな。やばそう。めっちゃ撃たれてる。天才か。あれ取るわ。連中の隠れ家はすぐ先だ。中に入ったら中央コンソールにアクセスしてできるだけデータを引き出す。ああ、ここもやったわ。見た。いやもう全然やってる。ってことは2面の結構先の方まで行った。マジかよ。このゲームチェックポイントから再開がなぜかないんです。ね。あのストーリーモードのコンティニューってやつを押すとなぜか強制的に3面に戻されます。こうやったな。こいつ殺すとこまでやった。テロリストの仲間から情報を得てスパイは待ち構えていた。やつは重装甲のコンバットグラントを引き連れてた。またもチューリッヒ治安部隊は叩き潰され、その結果あの爆破だ。見失った。やつに逃げられた。サラホールを覚えているか。次は彼女が案内する。俺の教え子だ。信頼して従え。情報エキスパートの中でも彼女は草分け的存在だな。昔は本を読むしかなかった。私もテイラーにかなり読まされた。まあ価値のある知識は学ぶべきだ。問題は時間は有限ということだ。新ユリさん、ここからのシミュレーションは実際の出来事じゃない。だが感覚は現実並みだ。想像力を使え。
やつの位置を送る。ダッシュのチュートリアル今更すぎるよな。これベスパーか。あなたのことが好きになりそう。ほんとね、タレにならん。そうなんだ。なんか武器さ勝手に決められたんだけど、なんで賢いんだな新入り。やつはまだ移動している。うん、あの広告板を使ってリニアモーターカーを超えろ。オールドチューリッヒに向かってる。急げオーライ。新たなサイバーアビリティを起動する。地域じゃないのが優しいわ。今度は逃がすな。新人にしては上々だ。さ。確かに。それいいね。初めてなんだけど。見せることあるんだね。おるやん、おるやん、上に。見えんかった。あー生きてるんごだよな。早くしろとかさ、何も言わねえか。今度は逃がすな新入り。いた。それにしてもこれ
相手の脳にハックした瞬間にその相手が死ぬっていうじゃないですか。うん。脳が黒子になって。ん？ってことはこのサイボーグ同士だと触れ合っただけ下手するとも相手が死ぬんですよね。確かに。激しい攻撃を受けている。応援はどうした？うん。ここまでやったかな。ついに ZSF はテロリストをここに追い詰めた。このエリアが地味にきつい。彼らは気の毒だったと思う。まだロボットおるやん。残念。死んでる方に100ドルかけちまった。スペシャリストのピーター・マレッティだ。お前の持つ超人的な力への理解を深めてくれる。いいか。まだパズルは完成していない。奴らが列車に爆弾を仕掛けた方法だ。こいつらそもそも何してんの？これが済んだら100ドル返せよ。本題に戻ろう。こいつらは戻ってんの？知っての通り、ブラックオプスは試験段階にある最新兵器も使用できる。銃は戦闘における武器の選択肢だが、 DNI があれば精神こそが最も強力な武器だ。なんでこんな痛めつけてやれ。なんでこんなことしてんの？あ、訓練なのかな。そうなんだよね。何？サイバーアビリティ。死んだの？はぁ、前進してくんなよこいつ。カバーの上とか乗ってきますからね、こいつ。即死。あ、なんか全然いない。届いたの？届いたの？届いてない。クリアは、あ、でもまだいる、まだいる。味方強っ。悪くないぞ、新人。もういない？はぁ、あ、押したやん。発生遅っ。強い味方。ロボ怠慢で勝ってんだけど。何これ、アビリティ選択って。はぁ、ライフル勝手に行くの？まだまだ先は長いぞ。やるじゃないか。アビリティが増えるほど楽しみが増える。ここも大丈夫だよ。危ない危ない、それ車線入ってない、危ない。ロボットか、ロボットだ。エモレーション、ロボットもでもなんだかんだ壊れるな。そうそうそう。ブーストってやろうとしたらしゃがむ感覚がある。
遅くなってるかな。あ、これで武器変えれます。本当だ。奴らはスモークグレネードを使っている。スモークや暗闇など視界が悪い時には EP に切り替えるといい。どうだ、もう暗闇でマス伏せる相手にビビる必要はない。うん、ないよ。寝転がってさ、ダブダウン。壁貫通スナイパーが欲しい。奴らはスモークグレネードを使っている。スモークや暗闇など視界が悪い時には EB に切り替える。どうだ、もう暗闇でマス伏せる相手にビビる必要はない。ないない。え？え？何？おしっぱでいいの？あのロボットに やるやつって。俺ロボット、あのスナイパー一撃やん。もうどこから撃ったのよ。いや、奥に結構いっぱいいますね。ちょっと待ってください。あのロボットだけでもしました。ここ、これ音声このラインみたいな。どこに？分かってきたよ。まだ一体人間タイプです。はいが。ハエが強い。ハエ強いっすよ、めっちゃ。パーティーはまだ終わりじゃない。行くぞ。ただロボットにしかない。ボットが列車を動かしている。片付けろ。なんか左来とるかい。あれは無理です。ちょっと待ってください。今行きます。さ、やばい。やばい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 。サンキュー。その調子だ。めっちゃ寝られてるわ、こう。ごめん。楽しくなりそうだ。はい、アンチなんてものはないです。ないわ、もう。やばい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 、一回下がろうか。
ちょ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 絶対福太郎くん流れ玉だって。え、僕何持ってないっすよ。いや、福太郎くんが立ってる後ろにいたんだよね。もうリスキルやめろ。あ、左は敵？敵だな。とさ、重い。あ、あ、こっち来て。この方向だったんですよ。うん。とさ、重い。こっち来て。この方向だったんですよ。うん。なんか異世界見えてんだけど。え、異世界見えてんだけど。何これ。なんか荒野が見えるんだけど。何今の。バグってた。笑った。あ、もう俺殺すわこいつ。あ、あ、来てる。あぶね。強すぎやん、ここ。もう、かわせない。もう、ほんと、今早いわ。もうちょっと持ち帰る。うん。これで殺すか。いいね。多分、あと敵1、2体じゃないですか。うん。あれ人間なのにファイフラー仕事してねえんだけど大丈夫か。あ、多分一人的な問題です。そんな短いの。ゴミか。ふぅ、この辺思いのほか弾出るよね。もっと贅沢に使っていこうかな。ね、使う暇ないもんだって。さっさと頭を下げろ。お前は不死身じゃないんだ。頭に銃弾を食らえば終わりだ。ヘッドかな、一撃。死んだりしなかったりするんだよね。ハウンドしない戦車。よくやった。はい、ロケランク、ロケランクでしょ。マジ壊れんだね。死ななかった。危な。どこいんの。おらんが。おらんのちゃう。いるな。あ、前ゾウです。ファイヤーフライ大先生が。よし、ドアにアクセスしてくれ。水面クリア。クリアか。ここは何だ。おい、
全てが起こった場所だ。奴らがどうやって爆弾を乗せたのか、あのコンピューターが教えてくれる。アクセスしろ。これともう一もうワンステージ分ぐらいクリアするとステージ2クリアする。次のエリアロボットタワーです。やば。人は一体も出なかったはずです。マジか。ロボットだ。奴らはロボットをハックした。爆弾を持ち込ませたんだ。皮肉じゃないか。結局テロリストの襲撃がウィンズローアコードのニューラルネットワークイニシアチブの開発を加速させたんだ。こうした襲撃への懸念がなければサイバーソルジャーは存在しなかったろう。しっかりやれ。7時25分だ。あと5分ある。お前は以前もここにいたんだ新入り。歴史を変えてみろ。すべてのロボットは敵とみなせ。間違いなく奴らもお前をそう思ってる。テイクダウンはもう一つのサイバーアビリティだ。ボットどもにた。あはははは。目やったらもう死亡だからねこれ。テイクダウンするんご。それ。テイクダウンのコツがつかめてきたな。なんでこうやってさ、平然とさ、テーブル拭いてんの？あ、そうなんだ。あ、そっかそっか。え、なに、じゃあ何？シミュレーション？え、何？並んでロボットいんの？What the fuck? 無敵。俺の無敵戦車が。ああ。すべてのロボットは敵と見なせ。間違いなく奴らもお前を。ヘッドじゃないとダメなんだよ。テイクダウンはもう一つのサイバーアビリティだ。ボットどもに試してみろ。ナイステイクダウン。その調子だ。死んどるが。スライディングする余裕すらなかった。笑った。あ、いや、俺も殺してくるわ。無敵戦車。無敵戦車強いな、これ。なぜかメインウェポンが撃てるっていう。強すぎやろ。マジ無敵戦車強すぎやろ。どれ？ガン待ち、ナイフマンやるわ。おらんかな。あ、上？おおおおお、伏せ撃ち不能って。おいおい、無理やん。いやいやいや、伏せらんないわ。え、誰に殺されたの今？脇を登ってくる敵がいるぞ。脇？脇？
落ちた。脇って誰？マジ無敵戦車強すぎやろ。2人しか死んでないが、全部殺してるわ。オラオラオラ。死体強すぎやろマジで。入ってないよ。開かないよ。ニューラルネットワークのプロトタイプは目の前の車両の中だ。わわわ。いや、してたじゃん。もういいや、俺行ってくる。いやいや、全部殺すから。まだ奥いるな、危ない。大丈夫か？天才か？ね、記憶なくてもね、やってくるんだよ、こいつら。もうこいつ、こいつマジで。おらおら。倒せんのか？あ、奥いるよ。OK。そう。床ドン短いんだが、床ドンする余裕ねえよこんなリアルで。これいいね。それいいね。終わりか。ムービートラップだらけだ。ハックして動かしたり車両を切り離せば吹っ飛ぶだろう。多すぎる。コンピューターの助けがあっても時間が足りない。難しく考えるな。いや待て、無責任フィギュア。これはリアモーターカーだ。この車両だけ曲線を反転させれば。テイラー、患者の様子は想定通りだろうな。想定以上じゃないとダメだ。分かってるだろう。おかえり。手術の用意をしてる。心配ない。ヘンドリックスは任務で負傷したことはない。自ら志願した。戦闘ロボットの普及によって幅に低下した。いや一面の方が難かった気するわ。先ほども言ったように、そう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 、これ以上コメントできることはない。我々は外交交渉の道を模索し続けている。ウィンズローアコードは外交的解決策を模索すると述べ、この地域への派兵については否定しています。必要な戦術支援を提供するため、これからも同盟軍と密に連携を図ってどういうこっちゃねみたいな。これを始めてどのくらいになる？5年だ。おおよそな。なるほど。
次の行き先は考えてるのか。いや、俺は流れに身を任すだけだ。なんかめっちゃもらえるな、経験値。お、経験値欲しい。あ、これプロだからか、プロじゃねえ、リアルだからか。なになに、すごいもらう、なんかめっちゃもらったな。シンガポール、俺の一番好きな場所だ。本当に好きな場所を全て選べない場合のな、隔離エリアで新しい連絡員と会うことになってる。オーバーキル。あの武器2つ持ってるやつ、メインウェポン。なるほど。これは CIA の奴らのセーフハウスか。思い出してくれてよかった。CIA に行動監視されると俺がどんな気持ちになるか、それも思い出してくれるといいんだが。ヘンドリックス、連中はいつだって監視をしてるんだ。今さら驚くことじゃない。こっから選択できるところ、ね。ジジイになって気難しくなってるじゃないか。めっちゃもらってるわ、きっと。経験値めっちゃもらいましたね。制作キット。ローマシン持ってこう。これ、パクるやつどういったんだろう、ロボット。なんすか？ロボット、ロボットパクるやつ。やつこれか、オーバーライドか。はい、オーバーライドっす。オーバーライド許可しようかな。システムファラリシス、一時的に停止。オーバーライド、オーバーライドだな。煙幕強そうだな。ただこの、あ、でもなんかこの煙幕を強化しまくると、その煙幕内にいるロボットは戦闘不能になるそうです。へえ。強化しまくるって何、2段階3段階とかあんの？あ、2段階までですね、全部。あ、2段階のターンだ。まだできないんだよね、これじゃ。なんとなくもったいない性なんで、レベルマックスになった武器は使いたくない縛りというか。謎だろ。いや、他のゲームもなんかそうなんですよ。おかげで多く BF どんどん使える武器が少なくなってて、今PDW 全部使えないですPDW とアサルトライフルとカービンが確かほぼ使用不可っすね。なんかいろんなのいっぱいあるのかな、これ。収集アイテム。なんとなく入る経験値が入んないってなんかもったいない気がします。経験値、ああ、そういうことね。はい、武器の経験値。ああ、確かに。スナイパー、なんか解放しよう。レベルかよドラグノフじゃ一撃じゃねえだろうな、多分。絶対一撃じゃないっす。連射速度は別にローカスでいいのかな。僕あと2レベル上がったらスナイパー使うっす。スナイパー単品だとやっぱ不安っすね。あ、でも
敵の武器拾っちゃえばいいのか。持ってるんでしょ、だってそもそも。フラッシュ。メイメボのアタンチメントスロット追加で1個アンロックする。ロボット多いと EMP も持っといた方がいいのかな。ね、サーマル欲しいな。レベルも結構簡単に上がりますよね。うん、こっちは。なんかなんもないな。結局なんもオーバーライドとファイヤーフライしか使う気ないからな。もうどうでもいいんだよな。マーシャルってさあ、ゲージ使うの？体術系の、うん？あの真ん中。マーシャル枠のストライクがゲージを使わなくて、ストライク他はゲージ使いますね。ストライクって何？へえ、使うんだ。ストライクってどれ？右上どこ？左？右欄のナックルっぽいマークの。ナックルっぽいマークはない。マーシャル枠の右枠の真ん中っす。真ん中ね。この難易度になるとオーバードライブ使って速くなったところで意味ないからね。全く己の限界を超えようとなるから。テイクダウン連続で近くの敵を攻撃する。テイクダウンはこれ取っといた方がいいってことがタラだから。はい。で、衝撃ウェーブって書いてあるのがさっきやってたあの突っ込むやつですね。ああ、わかんないな。まあ行こうか。カオス枠のイモレーションとファイアフライだけは取っといた方がいいです。イモレーション取った方がいいのこれ。右から。あれ枠の一番です。別にあれね、オーバーライドあるからいいんじゃないの。いや、まあそうなんですけど、あれなんですよ、あのコントロール枠とカオス枠って別なんで、片方持ってったら片方持っていけないんですよ。ん？カオス、マーシャル、コントロールのどれか一つしか持っていけないんですよ、ストーリー。あ、そういうこと？持っていったらカオスは持っていけないです。あ、なに？コントロール持っていったらカオス持っていけなくて、マーシャル持っていったらカオス持っていけなくて、カオス持っていったらコントロール持っていけないってこと？そんな感じです。あ、そうなんだ。はぁ。でも、箱さんがハッキング系取ってくれてるんで、僕カオスで行ってます。そういうことね。あなんで、もしカオスで行くとしたらロボット系が潰せんのがイモレーションぐらいなんで、イモレーション取っていた方がいいです。そういうことね。じゃあ俺コントロール行くか。敵2体の戦闘オーグ。オーグって何？要するに武器系で使えなくさせるみたいな感じですね。ぶっちゃけ微妙っす。もうかんね、もう金ないから。いや、行こう。了解っす。ちなみに、あの会場用のパーツは無傷でクリア、収集物をすべて集める、スコアを更新する、レベルアップするでもらえるんでしたっけ。ほんとだ。マーシャル、カオス、コントロール。じゃあマーシャルやってみないやん。コントロールで行こう。マーシャルはぶっちゃけ高難易度の無理でしょ。何の意味もないよね。金でも出したわ。もう誰っすよ、インビジブ使ったところで速攻切れた瞬間死
シンガポールの CIA ブラックステーションと連絡が取れない。第3事故に設置され、現地を監視する役目を担っていた。当局が避難活動を放棄し、壁が作られてからは、犯罪組織54イモータルズがあそこを仕切っている。お前が CIA から得た情報を教えてくれ。データパッケージにはおぞましい歴史が収められていた。コアレッセンスの旧施設で起きた爆発が30万人を殺し、猛烈な嵐に襲われたことで、猿とマンバマジで違う。猿と足長先生より全然違うぞ。 CDP と繋がっている武器やテクノロジーの密輸絡みだ。 CIA が気を揉むわけだ。ただこのミッション、左十字キーでロケランっぽいのがあるんですよ。へえ、それ撃ってるじゃん。なんでそれ使えば結構強いっす。ロックオン式のロケットランチャーみたいな。人にロックオンかな。ロックオンしないだに死にそうだ。このうまさを伝えられないなんて。レーションばかり食いまくってきたからな、この味はたまらん。何でもうまくするモジュールがあったよな。勘弁しろよ。本物の良さがわからなくなる。マジでやる気なのか。ね。あ、まあ始まるとか。食いながら行け。よし、始めるぞ。プロレス高いな。ここは無法地帯だが、ありがたいことに手段は問わないという命令だ。嵐が直撃すれば風速66メートルの風に見舞われる。これを使え。飛ばされたら面倒だ。何もらったんだ。ゲイ、イモータルズ通信システムのスクランブルに向かう。了解ヘンドリックス。悪いが途中で寄ってもらう場所がある。これかマイクロミサイル。イモータルズはすでにブラックステーションに侵入した。ドックで積み荷を運び出す準備をしている。なぜイモータルズが貧民街を襲う。欲しいものがあったんだろ。秘密資料が CDP の手に渡れば、ウィンズロアコードにとって計り知れない存在。ドローン攻撃の許可を待つ間、そちらは奴らの妨害に向かってくれ。了解した、これより向かう。何か動きが見を隠せ。こういうのってよくあるけどさ、バレないもんなの。バレないか。イモータルズは組織だった人身売買を行う。どんな客であっても商品を。これが貧民街を襲う理由だ。首に何をつけたんだ。首輪で逃げられないようにしている。手錠は普通なんだ。おい、ヘンドリックス。やめておけ。できることはない。奴を殺すことはできる。本当だよ。普通に殺せや。何の意味があるんだよ。グネードは効かない。なんで。ファック。スワームランチャーって何だこれ。降りれないんだよ。でもまあいいや、俺できる限り殺しとくわ。何今の。あ、何死んだらダメなんだ。ダメなんだ。
何このロケラン強っ。マジ安定、グレネードを引かない。分かった、強すぎやろこれ。これさ、ごめん、頭出す暇ないんだけど。いや、強いよあれね、ミサイル6。さて、あいつあれか、猫みたいな、キツネみたいなやつ。マジ芦田先生だ。本当だ、買った。悠々と歩きすぎやろ。俺らもあのスーツ着たいわ。硬すぎやん、あいつ。本当だよ。あ、死んだ。弾薬箱なくなった。あれ、俺たちが高い場所に移動するほど。何アンカーって、何アンカーって。地面に打ち込むんだ。ん、どれどれ、急げ、ここ脱出するぞ。これ取れねえんだけど。何アンカーって。ボルトドライバー、全然あれなんだが、かかってないんだけど。ボルトドライバーを使え。何、まだ走れないんだけど、なんで風が強いから。効果なし、嵐が強すぎる。嵐はひどくなる一方だ。もういい、ゲイ突入する。めんどくさ。この波は厄介だぞ。
マルチのステージでは波が来るぞ。ボルトドライバーを使え。ボルトドライバーを使え。ロケットが残ってるなら今が使いどころだ。了解ヘンドリックス。いや本当にロケットロックオンしてる暇ないね。できんの？え？なんで死んだの俺？撃たれたん？了解ヘンドリックス。遠すぎや。敵おらんやん。波って何？さらわれんの？どういうこと？別に大丈夫じゃん。完全窒息死しちゃうわもう。死んだ。死ようこのロケな。見えないんだけど本当に。いやマジ見えない。了解ヘンドリックス。遠いわ。やばいな。あ、マジ？起こしてよ。起こして。敵おらん。もう上か、左上だと思うよ。やっぱいいね。見えないんだよな。まるで見えない。サーマル欲しい。何ってなんか、なんかひ、なんか引っかかるんだけど、何？なんかある？なんかあるな、こう。なんか高波。あ、動いちゃうってことね。どこいんの？いなくない？全然ないな。あ、倒した。あいつ探索してるわ。
うわ、めっちゃ来た、めっちゃ来た。そんなことある？これさ、あの敵をさ探索するのに使えるわ、ロクラン。嵐がひどくなってる。今度は不可能になるぞ。どっちがタクティカルモードなのか分かんない。タクティカルモードを外す意味あんの？むしろ。あんなね、タクティカルか、タクティカルをオアサーマルってことなの？あ、そういうことなんだ。ん？敵やん。ヘンドリックス大先生が、殺せない。なんで寝てると弱いのかな、あの安定度。うん。ヘイ、カーゴにたどり着いた。次はアクセスしてくれ。DNI を通して情報の回収と消去を行う。そんなことが。DNI はセントラルデータベースに接続されている。通信は全て記録されている。拾えなくない？拾えない。ファイルの確保完了。嵐がひどくなってる。タンカーがそちらに流されているぞ。了解。ありがとう、ケイン。標的は任せろ。お前は下を。どこの能力？
この中でスネーパーライフルはやばいだろ。なんだこれ、え、強制的にきれいなのか、そうだろこいつら。いやいやいや絶対落ちるから。あ、そっか、サイボーグか。だからか。ケイ、通信センターが近い。中を片付けたら連絡する。急いだ方がいい。情報によると味方の兵力の脆弱性が CDP に漏れた。本当だ。こちら側にとって打撃となるのは避けられない。この作戦は早急に終わらせる必要がある。了解。めっちゃおるやん。てかもうコントロールできた意味全くないんだが。いる？殺すなよ味方。ハッキングチャンスだったのに。強すぎやろこいつ。グレード来ても動かないからね。いらないよ。めっちゃ湧いてる。ライオンとシールドを持ってるぞ。フラグをお見舞いしろ。は？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 いや、わかんない。な、中、中じゃない？乗っ取る前に殺したんだよね、あいつら。やば。押しっぱでいいの？どうすりゃいいの？何このク、ソゲー。それはなった。
頑張った？もう死んだ？もう死んだの？早っ、どうしろよ。で、なんだって？何このクソゲー。やばいわ、ほんと。即死だからね。パッて死ぬから。吸ってんころに。吸ってんころに。黄色いんだわ。敵やん。クソエム。そうだ。誰もいないよもう。当たんないんだけど、何これ。え、当たって、奥に盾持ちがいるんで、多分そいつかと思う。盾持ちさ、射角おかしいだろ。こそはもう、もう動けないし。フラグだった。ああ、これはない、これはない。それ、あ、当たってね。リスキルいいぞこれ、無限、これでいけるわ。あ、虫強っ。またこいつか。強すぎやろ。本当だよ。やば、終わりやん。強すぎやろ。ケイン、上にいろと言ったはずだ。助けがいるんでしょ。
それにあなたたちが大騒ぎしたせいで 54i の兵士たちが全員やってくる。元の作戦に戻るぞ。奴らに気づかれる前に通信システムを止める。ついてこい。お先にどうぞ。ロックされてる。奴らサブリレーを通して通信している。位置はわかるか。あ、待ってくれ。わかった。スクランブラーをアップロードできるぞ。ブラックステーションで合流だ。たまに思うのが、いい考えだ。行くぞ。バヨとか女系の言葉ないっすよね。ん？ああ、確かに。うん。このキャラは軍人なんでしゃないですけど。うん。確かに。ところでケイン、ブラックステーションに着いたらどうすればいい？カスタマイズできるの？根こそぎ持ち去る。 DNI を持つあなたたちはいわば歩くデータドライブ。データをあなたたちにアップロードした後、すべて消去する。生存者の回収は？確かなのはステーションとの通信が途絶え、この地域を支配する武装組織に襲撃されたこと。おそらく生存者はいないだろう。ケイン、通信リレーが近づいてきた。警備が厳重だ。ん？何その顔文字。なんかどうやって行くの？壁？あ、流されてんだけど俺。あ、ロボ？ジャックしよう。来た、これ。ん？いけ、俺のしもべ。しもべ一瞬で死んだ。強いわ。うん、多いもんね。いけー。のロボがこいつらラザラスデバイス持ってんのか。そう、ラザラスデバイスマンだから自らがデイジーとなり、強すぎるだろこれ。なんで起きるんだろうなっていうか、本当に。味方まだ生きてるわ。あのリレーに取り掛かれ、連中が話せないようにしてやるんだ。ケイン、通信が弱まっている。どこにいる？ブラックステーションを見つけた。リフォーアイダラスだ。そちらのハドに送信する。分かった。なんだか終わった。助けやろ。あ、ガラス割れる。かわいい。おい。おい、ついてこいよ。おい。危ない、ヘンドリックス。建物が崩れる。おお、目悪くなる。足元に気をつけろ。赤石に悪天候で死亡なんて書かれたくないだろう。もうジャンプねえぞ俺。ここは崩壊しそうだ。まだ住んでいる者がいるとは思えない。最初壁走りできるんだ、壁走りできるんだなと思います。
ね。モバイルアーマリー。何すんのこれ。終わり？何すんの。どういくの？やつらはまだいる。嵐の前に奪えるもの全てを奪う気だな。どうすればいい？嵐が来る前に叩いた方がいい。嵐来てるやん。ジップライン。無理だ、終わった。どうしましょうこれ。めっちゃ遠いっすよ、壁。無理だ。終わり終わり。ててて。お？はは。確かに。そっちにもあったんだね。来ました。あ、1個しかできない、最悪。それだね、確かに。うん、たまったんご。あ、殺された。ウォーロード来た。やばいやばい、敵多すぎ、吹いた。死ぬわ、危ない、生きてる。ヘンドリックスやばすぎやろ、1。無敵おじさんなんだもん。おい、ロボ出てこいよ。そろそろ死ぬ頃だろう、あのスナイパーライフルなら。早すぎやろ。ダラスティバース、ダーズ。死んだ。何ブラックステーションを確認した。ん？オッケー。俺たちが何とやり合っているのか調べる。ん？ん？どういった？あ、普通にそこの扉があるんで、そこから入ってくるんですよ。本当だ。もうほぼクリアっす。そこを何が通った？急いで立ち去ったらしい。ケイン。54i のグラントデトネーションかも。ドアが中に吹き飛んでたらな。だが違うな。
じゃ遅すぎやろ。聞こえたか？中に誰かいる。このドアを開ける。やるぞ。力ずくの必要はない。ノックすればいいんじゃない？むしろ力ずくで開けようとしたのがすげえわ。脳筋かよ。調べてる。グロ耳ないやん。転生拒絶の儀式。鼻もないっすよ。目も。ジェイ・ジョンによる残虐行為。54イモータルズにとって最も憎むべき敵に用いられる処刑方法。生きたまま行われた。下手すると舌とかもないんじゃないですか。そんな。本当だ。まずいな。なんだ。他に何か。データドライブがなくなってる。監視映像や報告書、私たちが消すはずだったものすべてが。ブラックステーションのローカルコピーには世界中の CIA による活動が絶えず記録されている。もし流出すれば CIA の活動が危険にさらされる。ガバガバだなと。ドライブのトラックはどうだ？バイオドーム。54イモータルズの拠点であり、その同胞部隊とリーダーのゴウミン、ゴウショウランの本拠地だ。ゴウミン、ゴウショウラン、ゴウミン。イモータルズが殺したとは思えない。ドアは内側から壊されていた。奴らはこの部屋に入ってない。なら誰がやったと。他に誰がアクセスできる。このステーションでの前回の任務にはウィンズローアコードのブラックサイバーオプスがいた。ジョン・テイラーのチームだ。何？この殺しにあいつらが関わっていたと？それはありえないぞ、ケイン。テイラーはよく知ってる。あいつが寝返るなんてありえない。テイラーってさっきのおっさんですね。うん、どうする、これやめとくも。あと1ステージでした。まだいけるか。まあいざとなったら6時頃に走りに行ってもいいです。なあ、昨日は走ってる最中に雨降ってきましたけどね。グロ。レベル上がるな。ナイパーライフにラピッドファイヤーってつける意味あるんでしょうか。ラピッドファイヤー連射？武器画面あるじゃないですか。うん。あの武装ケース、ね、聞きたいと思ってたんだが、そこもケインはブラックステーションの襲撃をテイラーの仕業だと思ってるんだろう。タックリグだったら DNI で居所を探せばいいんじゃないか。そこの枠にあの武器を拾ったりするやつとか壁走るやつはあります。タックリグ、あ、これ、うん。ちなみにこの緊急リザーブってやつはストーリーモードをソロでやるんでしたら結構必須ですね。確かに。コピーキャットか。はい、コピーキャット便利です。ああ、これあれか、いつでもタックリグは常に、あ、常にじゃないか、2個
リパルサーアーマーつけたい。グレネード弾いてくれるの便利っす。手足の最適化。何手足の最適化って。多分移動強化ですかね。速くなる。いや違います。壁伝いに走れるようになります。初見です。初見どうも。何壁伝い。でもなんか手足の最適化とって書いてあるよ。あーそうかもね。壁走る意味ねえしな、ほとんど中ねえか。ぶっちゃけリアルだとこれいらないっすね、近接抑止力。まあ出てねえ俺。敵に殴られた敵が一撃で死ぬらしいんですけど。へえ。殴られた時点で僕らも死にますし。うん。リパルサーアーマーって何。まあ、いいや、後で、いや、とりあえずコピーキャットやろう。ヒパルサーアーマーは食らうと、グレネード投げられるじゃないですか。うん。そうすると、そのグレネードが遠くに飛んでくれるんですよ。強っ。自分の範囲外まで。勝手にやってくれってことね。なんで、グレネードで死ぬことがなくなります。はぁ。で、強化するとロケットも弾き返します。ほぇ、武器レベル上がんねえ。リーコン表示倍率が強化される。強化されるってさ、段階が増えるわけじゃないの。まあいいや、つけとこう。なんか外れてんだけど、これなんで。ケインによれば連中はグリッド上から消えてるそうだ。何も変えないし、何らかの方法で DNI の追跡を妨げてるらしい。リモートハイジャック、アベッジコア、オーバーライド、オーバーライド、もうこれやろうね。行こう。行こう。連絡員は何か隠しているような気がする。マジか、うん、気にしすぎだ。彼女のファイルは読んだ。ひどい作戦や厳しい状況にさらされても生き抜いてきた女だ。俺たちに嘘はついてないだろう。時期にわかるさ。書いてあるね。中距離。へえ。旧型戦闘ロボット。あれ？今難易度変わってなかった。まさに殺戮ステーションの一掃作戦。テーラーのチームの関与を示す証拠がある。まあ変わる意味が分かんないですね。5年も一緒に戦った。連中が裏切るはずがない。イモータルズの仕業だ。殺し方からも分かる。テイラーにしろイモータルズにしろ、ステーションから奪われたデータドライブを取り戻せばセキュリティ映像から事実が分かる。ヘンドリックス、ここでは顔が効くんだろう。ゴーたちに近づけないか。奴らと仕事をしてるディーラーがいる。
ダニーリーダー、狡猾なやつだが人脈はある。そいつを使って潜り込ませてくれ。近づけさえすればケインがドライブを追跡する。このステージは結構まずいです。この一発食らう状態だとハードは結構死にましたもんね。フィフティーフがこれほど強くなるとは。シンガポール軍だろうと CIA だろうと手出しはできない。まだジェイ・ジョンみたいなやつに頼ってるのか。ジェイ・ジョン、もう何年も会っていない。ジェイ・ジョンなどどうでもいい。お前のロボットに興味などない。最先端のロボット工学だ、コードブラック。そんなもんどうでもいい。大事なのは金だけだ。知らんだろうがシンガポールドルは以前とは違う。おい、客人におかわりを。誰が想像した、ダウンタウンのビルが爆発し全てが混沌に陥るなんて。待てよダニー、どこまで遡る気だ。ここで起きたことは知ってる。キューゾーンのひどい歴史を。このマルキグ、客の前で恥をかかせる気か。ダニー落ち着けよ。なあ、取引に来ただけだ。ウィンズローアコードが最新の技術を知ってるだろう。ウィンズローアコード、その名はキューゾーンではクズを意味する。大勢死んだ時何してた。 SAF が我らを見せ壁を作った時は。デートドライブを探す時間がいる。吹かないんかい。彼らは来た。54イモータルズだ。彼らは混沌から気づいた。この土地を治めスーパースリーからソーラーパワーを引いてきた。54イモータルズがいなければここには電気すらなかった。彼らは希望をもたらした。なるほど、 CDP の後ろ盾で今やここは密輸の中心地だな。お前が何者だろうと一つ教えてやろう。古い友に見捨てられたら新たな友を作る。ロボットを見せてくれ、ヘンドリックス。何ができるんだ。そう来なくて。ちょっと待ちな。ゴミ、ゴーショーラ。これは意外だ。姿を見せるとは。ウィンズローアコードが仲間になるのも意外じゃないのか。待ってくれ。勘違いしてるようだが、間違いだ。俺たちはフリーエージェント。どこにも属してない。私を侮辱するな。お前は、お前たちは多くの同胞を殺した。決して許すものか。あなた方の目的を知らないとでも。正体がバレた、どうする。エレン、ん、ロボットや。プラン B、 かわいい。私のしもべが。ダニー・リーとは友達だったんじゃないのか。ああ、俺もそう思ってた。あはは、置き攻めやばくない。今よいしょって落ちた瞬間に死んだんだけど、そんなことある。ゴーショーランがあそこに向かってる方にいくらかける。オーバーオーシャーの前方に UAV を確認。死に方受けるわマジで。プラン B、第2プロトコルを開始しろ。エコ
つ。ダニー・リーとは友達だったんじゃないのか。だからさ、タクシーゲットやめろよ。マジマジで着地しっかり取ってくんだけど、何これ。やば、何本気出してきたな。これはリアルですね。難易度変更とかそんなことあれだな。あいつ昔のイカみたいに下で電磁波張ってるんですよ。マジで、あれ、あリアルになってるわ。もう絶対死なない。あ、間に合った間に合った。あ、間に合わなかった。無理だよこれ、不可避なんだが。マジ不可避。開幕移動してさせるか。長いのうぜえわ。スキップできるわ。あー生きれたな。いや、いける大丈夫。最初はもう箱丸さんは死ぬもんだと考えて。いや大丈夫、生きれた。今間違いなく生きれた。あ、マジですか。オッケー。いや俺もそう思ってた。遠い。ロボットスクワット、アサルトモードに行こう。ああそうだね、無理だ。あの右の建物見えます。そうそう、あいつがね、あいつが強いんだよ。そう、このミッションまだ始まったばっかだ。本当だよ。そこで僕らもう5回死んでますから。ダニーリーとは友達だったんじゃないのか。いや俺もそう思ってた。ロボットスクワットアセットモードに行こう。これさ、倍率変更続きあんの。データドライブは見つけたんだろうな、ケイン。こっちはすごいプレッシャーだ。見つけた、クラウドマウンテンのサーバールーム。敵の拠点の中枢ってわけか。豪商欄があそこに向かってる。なんか押してもダメなんだわ。オーバーウォッチは前方に CDP を確認。ナイル川同盟が街にいる模様。冗談だろ、休暇でも楽しんでるのか。確かに。ん、なんだこれは。本当に全部やってくれるな。いや違う、なんかさ、倍率が低くなっただけなんだな。何これ、なんだこれ、どうやってやんだろう。残の強すぎやろ、味方。強っ。ちょっと前出てこもってるじゃん俺ら。もう倍率変更できないのうざいんだけど。ただの銃なんだけど。もう死んだし、もう、なんか上地味に。あれ、あいオーバーロードいいじゃん。オーバーロードじゃねえ、ウォーロード。ウォーロードさ、乗っ取らせろよ。いやでも人間いいじゃん、もうあのプシュってやって殺せいいじゃん。めっちゃ見られてる。てか2人いるやん。あ、本当だ、後ろいるわ。天才かこいつ。マジ早い。回り込みくん強すぎやろ。ああ置き攻めくら、危ない。
微動だにしないからな、やつ。ピクン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 、死んだ。見たいるよ。危な。死んだ。どうやって変更するんだろうな。操作方法見よう。あ、銃撃つの R1 にしようかな。大変なことだよ、それ無理だ、起こせないでしょ。入ってないな。バッチリ入ってないわ。そうだね、かもしれない。もう R1 合わねえ。ずっと R1 慣れた方がいいんだよな、これ。どうする？確かに。上昇欄があそこに向かってる方に行くな。もし変えたいしな。ナイル側同盟が待ちにいる模様。冗談だ。休暇でも楽しんでるのか。地味に遊びながらレベル上げます。そうっすか。どうすんだ。戻る。あいつの変更って何なんだろうな。ん？あそこ行けないの？始めればいいの？多分セーフハウスに一気に飛べるはずです。ヒューマンバイオオーグメンテーションは大丈夫か？ではありふれたものとなった。これなんか大惨事を前に当局はなすすべもない状況です。飛ばせねえし。地域の救援が妨げられています。もう最悪やんこれ。今は不安定な時代です。未来は我々自身の選択にかかっています。人口増加に伴い世界各国でメガシティが、まあ、ミッション1でも何でもいいや。あ、1はダメか。あ、ダメだ。一回これパーティー抜けちゃって、でセーフハウスに戻ってから僕が合流した方が早いです。そうなの？セーフハウス行けんの？普通に3始めたらセーフハウス行くんじゃないの？できますかね。もう1だからこうなったんじゃない？多分。ミッション選択してやれば。
これセーブして終了と出てんのにさあ、4か。これでミッションが始まったら不親切さに笑われます。本当だよ。最初の画面でさ、やらせろよ。はい、なんでで、なんで。やばい匂いがする。ケインによれば連中はグリッド上から消えてるそうだ。何らかの方法で DNI の追跡を妨げてるらしい。今難易度リアルですね。試しにリアルでやってみてって感じですかね。仮想なんちゃう。ああ。表示倍率が強化される。強化されてないんだけど、マイナスになってんだけど、何これ。ただリコンは拡大できないはずですよ、確か。あ、そうなんだ。じゃあ外した方がいいやん。リコンの確か次か、その次のやつが拡大できたはず。どうだろうな。俺たちの連絡員は何か隠してるような気がする。気にしすぎだ。彼女のファイルは読んだ。ひどい作戦や厳しい状況にさらされても生き抜いてきた女だ。俺たちに嘘はついてないだろう。返しってやればいいぞ。あべ、間違えた。あ、違えた。なんかこれ一人しかいなくないですか。めっちゃ一人だわ。敵いないけど。何これ、戦闘プログラム開始。一人っぽいね。なんか箱さんが。え、即死。え、見れるの。あの箱さんの目の前にモニターがあって、そこに箱さん映ってるんです。へえ、見よう。え、てか何、終わってるよこれ。モニター、なんで箱さんが即死したところは見ました。どうやって見んの。え、どうやって見んの。あ、外で。はい、外で。ああ、誰かがやってるやつが見えるんですよ。もう武器ちげえし。ねえ、死んだよ。これブロンズ製作キット。これ最高難易度でクリアしろってあるんですけど、これ一人でしか無理なんですかね。一人でしょこれ。ゴールドってこと。くそ、少ないですか。16ラウンド、やば、終わってるわ。本当だ、やってんの見れる。敵を発見とか聞こえるんですよ。そう、あれ気になるよな、マジで。
いや、いない。あれなんかあれじゃないの、そのアドバイス的なあれじゃないの。なんかこの裏いません。いや、いないか。女の声じゃないの。死んだらもう罪な状態で 16L 生き残んないといけないですね。やばいでしょこれ。これと録音できる人本当尊敬しますわ。やばいでしょ。てかまずあれでしょ、これはまだいいとしてさ、ゴールド取ると、あー、これよりもあの1個下の難易度でノーミスが終わってるでしょう。あれは確かに。僕まだ勲章2つっすもん。全部のサイバーコア強化ってやつと敵に2000体倒すっていう一番簡単なやつしか取ってないです。何それ。ここに勲章っていうのがあって、それチャレンジみたいなやつ。これです、これです。ん？データ保管所か。箱さんで言うとこれです。箱さんのやつはこれです。ん？かへえ。キャンペーンの武器、アタッチメント、迷彩をすべて入手する。すべての武器、リーサル、タクティカル、サイバーコンバットアビリティを購入する。各ミッションのすべての勲章、それを達成するとそこに勲章が。へえ。これ各自の部屋も見れるんですね。そうなの。ただ変えれるとこっつってもこの収集物アイテムぐらいです。本当だ。人の部屋見れるんだ。取った収集物飾れるんですよ、部屋に。へえ。ほんとだ。で、服はそこで変更できるんです。これっすね。はあ。で、この PC で一応ミニゲームできるんですよ。へえ。この PC ちょっと開いてみてください。で、開いて、あのエンブレムってやつあるじゃないですか、左側に。左？PC を開くと左側にエンブレムっていうやつがあるじゃないですか。ああ。で、そのエンブレム状態から上を一回押すと。上？アイコンが消えるんですよ。エンブレム状態から上1回です。あーあーああ。ほんとだ。丸ボタンを押すと、ほんとだ。あの、一人プレイだとそこで隠しミニゲームが発動する。
セットオプス、アーケード。サイバーの複数。あ、これマルチできる。シルバーバックインブラック、あれ福太郎いるじゃん。はい、強制的に通されました。え、パン打てないんだけど。あ、これあれか、あれあれと同じか。おい、弾取んなよ。これ何、ゾンビじゃん。ゴリラ、ゴリラどこ行ったん、ゴリラどこ行ったん。ボスか。 L1？ あ、早っ。しかもなんか無駄に綺麗だ。あ、ドラム缶強。怖っ。なんだこれ。これ機関銃みたいに拾った。ルートって何？確かこれこのアイテムとか拾ってるの予測すると、ボス、あ、それ取ってみて。え？何これ？すげえ、すげえな、すげえな、ゾンビモードやん。うん、敵死なねえもん。無限だな、いいなこれ。何これ、新しい。あ、いや、どのマップでも一緒です。ちなみにそのコリアが強いです。へえ。チャレンジラウンド。何これ、痛い痛い痛い。あれた、何チャレンジラウンドって。アイテム？あ、そうなの？うぜえな。
おお、え、取れないじゃん。はい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 。何これ、なんでいきなり逆転してんの。多分アイテムを何これ、どけな。何それ、これがポインター。何これ、なんか落ちてる。何、加速って何、制限あるの。え、やばやば。あ、そうなんかな。やった、ダブルスコア。何これ。あ、やった、取っちゃった。ターン無限いいな。カブーン。ショットガン明らかにさ、絶対拡散範囲、あ、そんなでもない、変わってないわ、ありえないぐらい拡散してるわ。ショットガン弱っ。硬くなってない。完全にゾンビって来てない。そうなん、消えちゃった。走れんじゃん。明らかに硬くなってるよね、これ。うん。牛強すぎやろ。うん。なんか槍強くね。あ、死んだ。
おい、何この黄色いの、あ、全然見てなかった。おお、飛んだ飛んだ飛んだ、俺の魂を。このセラベロスみたいなのはどうなの。あれ触っちゃダメなんかな、青いの。あんなちょっとボール吹ったらくんかい。やっほー、うぜえの来たよ。あ、やっちゃった。魂を俺が引き継ぐ。やばい、あばばばばばば、ダメだ、 FPS ダメだ、事故る。レイガンじゃん。怒らない。あ、死ぬの。俺の魂を取るな。ほわ。なんか変わったが、何これ。おい、むずいが。下手なんだろ俺。倒しちゃダメなんだ。ゾンビいるんだけど、あ、ゾンビダメなんだけど、サボちゃん引き殺しちゃった。無理やん。あ、何あれって、しようしよう。
そう、なんかね、条件がわからん。生きたらできなかったよ、それ。下手か。通った。取れた。失敗。なんやねん失敗って。おお、金増えてねえぞ。とダメだ。しかも最悪。サイがね、やばい。ゾンビモードになったら、チャレンジラウンド。おい、何チャレンジって、なんかヤバそうヤバそうヤバそう。マジでゾンビモードやった。ただのちゃんとトレーニングしないと進む。あかん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 。いきなり戻んなよ。無理やん。なに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 。味方いるよなんか。なんでそんないいの。足が速くなった。速くなるって何。起こして。起こせないの。俺の上に金湧くかね。何これ。分からん。ああ、クリアしたら全然じゃん。おお、何これ強そう。
おお、なくなるやんけ。うん。なんだ、弾か。ん？塩。俺死んだの？俺緑かよ。ふざけんだよ、もったいな。そう、わかんないんだよね。武器あるよ。2個あるよ。コントラ馬おか。弱い方になった。ちょっともマジ弱え。うん。おお、なんかできました。緑とさ、赤の違い何なんだろうね。うん。え？どういうこと？やばいやばいやばい、もう死んでる場合じゃねえ。もう死なない。遅くなんでしょ。しよ。ああああ。ちょっと面白いなこれ。みんなでやると盛り上がりそうっす。うん。勝者のスキップを許される。やってることめちゃくちゃなのにさ、映像綺麗なのウケるよな。これさ、なんか何ポイントいったら何かあるとかないの？多分ゴリラ。あ、そうなんだ。
ボーナスステージ来てえな。よし。確かに。何これ戻れない。どうやって戻るの？戻れた。スタートボタンからゲームします。はい、お疲れ。お疲れ様でした。